SB 藤本監督、私はリチャードにはチャンスをかなり与えたつもり、全く成長が見られない2軍です。リチャードも大概やけど、お前ら首脳陣も何回同じこと繰り返してんねん。こんな記事今年3、4回は見た気がするんだが、別にこいつそんな焦らなくてええと思うんやけどな。育成出身や島田24やし、再来年あたり出てくれればええよ。65打席でチャンス与えたつもりになってるのくさ、腹ですらこんな短期じゃねえぞ。細川を20打席くらいで見切った監督もいるしま、バットにありえ当たらん。なんで成長が見られない杉山に去年あんなチャンス与えたん。でも今年も2軍本塁打王確実やで、4年連続のホームラン王や。言うてもリチャードは2軍じゃ19本打ってて無双してるんやけどな。1軍で我慢してれば230ぐらい打ちそうな気がするんやけど。育成選手って本来大学や社会人行くやつを無理やり取ってるだけやし、すぐ出てこなくて当然。千賀みたいなのが異常なだけでかいも牧原も遅咲き。キャンプでケースバッティングの練習中にホームランを打った記事を何時で見て、こいつマジでやべえなと思った。特例だから来週には戻ってくるんじゃないの。それとも長くなるんかな。2軍で打てるのに1軍じゃ扇風機ってプレッシャーのせいやろ。そもそもコロナ蔓延の緊急昇格やろ。落として人足りるの。リチャード、お前もやろ。藤本、上林ちゃんと育てられなかったんが悪い。ご視聴ありがとうございました。